要なかった。エミリーのところに行きました。紐が切れて取り返すのかもしれませんね。疑惑のフィギュアスケーター、トーニャ・ハーディング、当時23歳。彼女はこの年ある事件で世界中、誰も予想できなかった結末とは。フィギュアスケーター、トーニャ・ハーディング、彼女のベビーは花々しいものだ。